はい、最終日です。多分ね、最終日です。まあ、ちょっと数字は確認してないんですけども、リテンションマニッシュやっていきます。今回はこの角度でいきますね。はい、こちら、リテンションマニッシュ消していきます。はい、これでね、消えたと思います。消えたコインはどこ行ったかっていうことなんですけども、右手には持ってません。左手から出てきます。ではもう一度やっていきたいと思います。これで消えてなくなります。はい。これで消えてなくなって、右手にはないんですね。左手からこう出てくるということでね。これを消して、はい。落としてですね。はい。こんな感じですね。まあ若干ね、フラッシュしてるっていうところがね、まだあったりもするかもしれませんけども、まあこれはね、消して、はい。まあこれはね、結構ね、通じるものは、まああるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、今までね、皆さんご視聴していただきありがとうございます。リテンションバニッシュの次なんですけども、カーディストリーの道ということで、お届けさせていただこうかなと思います。カーディストリーへの道ということでね、まずね、最初はね、ワーム、ね、ここをね、やっていこうかなと思います。ワームというものは一体何かということなんですけども、まず卵を作りますね。卵を作ったところからこう分けていく。まあ、これがね、ワームなんですね。まあ、ワームには人それぞれ、まあ、やり方というものは当然違うんですけども、まあ、ここをね、ちょっと極めていくような、ものを届けさせていただきたいと思いますので、ぜひそちらの動画も、まあ、遊びに来てみてはいかがでしょうか。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。